ディル・ヨッティは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。なお便宜上、ヨッティの表記が一般化しているが、実際の英語の発音は、カタカナでは形容し難いオニーンとなっている。2015年8月のデビュー EP、サマー・ソングズからのシングル、ワンナイトとミネソタで知名度を上げ、2016年にミックステープ、ディル・ボートと、 サマーソングズ2をリリース。同年、1円で参加したディーラムのブロッコリー、カイルのアイスパイがヒットした。2017年、デビューアルバムティーンエイジエモーションズをリリースする。2作目のアルバムリルボートには全米2位を記録。その後、3作目のアルバムナスンにプルーブ、4作目のアルバムリルボート3をリリースしている。 ステージに立つリル・ヨッティ1997年8月23日、マイルズ・パークス・マッコラムは、ジョージア州、メイブルトンで生まれる。2015年に、芸名、ヨッティを採用し、アトランタからニューヨークに移住した。2015年8月、デビュー EP、サマー・ソングズをリリースする。楽曲、ワン・ナイトとミネソタで知名度を上げた。2016年2月、 マディソンスクエアガーデンで行われたカニエウェストのファッションライン EG シーズン3のショーでモデルデビューした。3月にはデビューミックステープリルボートをリリース。4月、ヨッティはディーラムの楽曲ブロッコリーに100円で参加しベイビルボードホット100で5位を記録するなどヒットした。5月にリリースされたチャンスザラッパーのミックステープカラーリングブックに フィーチャリングで参加する。6月10日、クオリティー、コントロールミュージック、キャピトルレコーズ、モータウンレコーズとジョイントベンチャーのレコード契約を結んだ。7月には2作目となるミックステープ、サマーソングズにをリリースする。12月、カイルのアイスパイに客演で参加し、全米4位を記録するなどヒットする。二千十七年五月十六日、リルよティは、 デビューアルバム t e ー n Age Emotions をリリースした。アルバムのジャケットは数々のマイノリティが一度に集う印象的なもので話題となった。2018年3月9日、2作目のアルバム b i l l b o a r d がリリースされ、ベイビルボード200の2位を記録した。10月19日、3作目のアルバム Nasun にプルーブをリリースする。2020年5月29日、 4作目のアルバム、リルボート3がリリースされた。11月には8曲のボーナストラックを追加したデラックス版、リルボート3.5をリリースしている。ライブでのリルヨッティリルヨッティは自分のスタイルをバブルガムトラップと呼んでいる。楽曲にはマリオブラザーズ、チャーリー・ブラウン、ラグラッツのテーマ、ゲームキューブの起動音、J p o p 歌手のダオコなどがサンプリングされている。 リル・ヨッティは、ラップだけではなく、独特の歌声を持つシンガーとしても評価されている。ローリング・ストーン紙は、リル・ヨッティの音楽を、キャッチーで、意図的に不器用な響きの曲で、オフカラーの自慢話が詰まっていて、誇らしげに素人っぽい歌声で届けられていると、評している。ステージに立つリル・ヨッティ2015年秋に、アラバマ州立大学に通っていたが、 音楽のキャリアを追求するために中退した。2016年の CNN のインタビューで、2016年大統領選挙で、バーニー・サンダースへの支持を表明し、公民権運動時代のサンダースの活動を、称賛した。2017年、レブロン・ジェームズと共に、スプライトの CM に出演した。リリオティは、ノーティカや、アーバン・アウトフィッターズのコレクションのモデルに選ばれている。 2015年9月1日、フロリダ州パームビーチガーデンズのモールで、リル・ヨッティと他の一人の男が、クレジットカード詐欺の容疑で逮捕され、1万千ドルの保釈金を支払い釈放された。ヨッティによると、すでに彼の記録は抹消されている。主なアルバム、ありがとうございます。